こんにちは。こんにちは。今回は、アナゴ釣りに今から行きます。夜8時ぐらいからね。お前も行く？行こうか。マルも行く。行こう。大外狩り。じゃあ釣り不足行くよ。釣り不足で準備します。今日はね、風強いけどね。ですね。大丈夫かな。ほら、ここに。ちょっと。ここでこの風。大丈夫かな。で、餌の処理を今俺見たいなと思って。餌は現地で捌こうかなって。あ、そういうことね。尺ね。あ、そういうことね。俺それを動画に撮りに来たって。ただの準備やったね。ここいな、まあ、先に捌いとった方がいいと思うけどね。じゃあ捌いとく。捌だけに。これな、それ家の中で捌けばよくない？捌きます。いやいや、現地で捌こうかなと思ったけど。現地で、あ、尺のためにね、うん、でもね、手が手の寒かとか絶対いつもあの塩漬けされてるやつ、うん、さあこれくらい。そんなでかいの投げてたっけ。確かこれ覚えてたっけな。これのコーディネートサイズがどんくらいかわからんけど、こんな感じ。うんうんうん。どう、いいんじゃないでしょうか。いいとこか。味の素太かに太っとくか。僕は一応一応何の一応かどうかは分からんけど、アミノ酸の、ね、距離感ついてよ。だから味の素アミノ酸サブネズリから、ね、アミノ酸ね、ほらアミノ酸糖って書いてあるっけ。味の素振ったら爆調したでいいやろ、ね、タイトルはアミノ酸。塩もいっぱい振っとく。固まあの固まるように、ね、固まるように水抜き。アミノ酸じゃダメと塩がいいとかね。塩がいいと思う。今日も釣れるまで帰らん。今日はもう早めに帰る。12時までぐらいしたね。12時まででいいんじゃない。絶対今日は寒い。寒いと、じゃあ味の素、うん、いっぱいかけてみます。アミノ酸って書いちゃって、うん、味の素大量もう全部かけよう。味の素大量やったら爆調したら面白いね、うんうん。うわっしー。いいね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 、いいよいいよ。あら、やっぱ YouTuber としてはそんくらいやらんといかんもん。いやマジで多分ね、いいと思う、ね、いいと思う。あの俺も餌としてね、うん。歩くん、いきます。はい。みなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。こんにちは。こんばんは。こんばんは。今日は1年前も来たアナゴ釣りに来ました。結構釣り、俺だけか前行ったのは、うん、結構釣れたし、あとスペゲスがおるよ。そう、スペゲス、スペゲスのカズくん。カズくんいつもありがとうね。ありがとうね。ちょっとカズくん、今日お礼にさ、持ってきたんだ、これ。ん？高宮さんから発売のね、カズくんがね、アナゴ釣ったらね、あのニュルニュルなやつをね、うん、素手でベッタベタ触りまくってね。俺釣り人はいつも気になるよってその動画の時に聞いたけどね、これどうするのって言ったらね、こうですって言っちゃったけどね。今日はそれを買い対策のためにね、カズくんにプレゼント。はい、これカズくん、はい、これここつけて。ど、リアンストですか。どリアンストですか。これつけて、あの、こっちに。カズくんは初めましてやな、俺。そうそう、小玉さんと君は初めまして、はい、よろしくお願いします。それで、アナゴ釣れたら逆やったね。こっちこっちですか。俺右手を。いいね。アナゴ釣れたら、キャンス。キャンス、はい、引っ張ったら取れる。キャンス、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 ギャンして、ギャンして。あ、初めて。そうそう、で、アナゴ掴むや。はい。アナゴ掴んだら、でやったらもうあとここにカチッて、お外す。すげえ。おお、いいね。ハイテクですね。ハイテクよ、カズくん。もうこれで地面で掴んでいいことになったね。はい、手のボロボロならんです。ね、はい。手のボロボロマジ、べっちゃべっちゃ魚触るぞ、カズくん。アナゴ、よし、じゃあ行きましょう。アナゴ釣り。そっちじゃない。小麦くん。こんばんは。
小麦くん、穴子釣りしたことある？穴子自体だけ狙ったことはない。ああ、じゃあ偶然に釣れたとかはあります、ね、はい、はいはいはい、偶然をすぐ起こす件が。おいしゃー、ここに大邪気がついた今。もう場所が取りよくね。ここなんか釣り、釣りあのしていいの？釣りし、して許可というかね、ちゃんと連絡して。ああ、なるほどね。釣り OK の場所で。はい、さて、着きました。はい、会場に。はい、小麦くん、こんばんは。来てね、釣ってください。小麦くん、釣り浮かんでるの初めてだ。そうですね、さがやかで山のお手伝いをしてもらってる COD で出会った小麦くんです。です。今日ね、サバは味の素一瓶入れたけん。サババーやろ。そう、ダメサババーで、塩でちょっともんでた、抜いた、水抜き、水分。うわ、いっぱいある。いっぱいあるよ、だって2匹分やもん。仕掛けはまあこの辺のでしょうかね。仕掛けはブラックリか、うん、まあ、ブラックリが。穴子の針ってあるんだ。うん、うん、うなぎ穴子の基本って感じ。マルチビーズが抜群。いっぱい仕掛け作れんね。作れんね。そうだね。半分ぐらいにしとく。とりあえず。分からん、分からんけどね。あれ半分でいいと思うよ。うん、前大分でやった時はブラックリやったのね。真下に落として。うん、これは結ぶだけ。そうやと思うんだけど。これ何個釣ったやつも入れると。いや、これは竿立てを。うん、落ちないように重し代わりですね。すげえね。もうできてますね。お、なんそれ。作ってきとった。あ、それうなぎ釣り。そうです、もともとうなぎ用のぶっ込みで。これでいいよ。もうこれでいけるけん。いけるいける。お、二人がついに出会った。ついに化学反応起きるやつ、これ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。変な人。僕ですか。はい、結構言われます。あ、そうなんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小麦くん、カズくんに初対面に対して変な人ねって言った。え、最低。よく言えましたね。やっと一本できた。見せて。仕掛けはどんな感じ？見ててください。はい。もう、うん、シンプルなやつ。はい。おもりつけて。おもりつけて。針は、針はどんな、そんな針？で、針はうなぎ針。もう投げとったら、うん、投げとこう。つけてね。で、次のまた作ってね。うん、うわー、草かよ。あれ、ちょっとさっき汁捨ててきたけんが。ほら。あ、いいじゃん。これ焼いて食ったらうまいよ。ちょっと木村くん1個取って。ね、いや、触りたくなかなんか掴むやつなかった。ハサミあるよ、ハサミ。ハサミで掴む？でも全然いける。うん、締まってるよ、だいぶ。ね。うん。そうやろ？ちょんがけにします。もうやったもんね、よらしね。うん、締めた。味の素入れたもんね。味の素大量に。味の素やったね。そうそうやった、そうやった。一瓶入れてやった。味の素大量に入れた。これなんか昆布の味するなって食ってくるかもしれない。アミノ酸たっぷり。よし、じゃあポンって投げるんですか。カズくん、どっちがいいの投げるの。じゃあ分かんないところに投げよう。まーい。いってらっしゃい。大きすぎる？いや、もうちょっと太いよ。あ、もうちょっと太いの。結構バクバクバクって食べると、上から刺して、上から刺して縫い刺し、そうですね。おお、刺してしっかり手で掴んでる。カズくん、カズくん、マジ、はい、ありがとう。その手はどうやって掴んだっけ。おタオルがついに、カズくんのタオルがついた。はい、よし、じゃあもう一個あれしよう。小麦やんは、はい、餌あるよ、こっちいっぱい。あ、今ちょっと仕掛けをとりあえず3つ分。おい、3つ分作った。もう作ったの。カズくん、ここ味釣れるの。味でかいのよ。えー、味でも釣れる。味が結構粘んないと。うーん、優しかね。優しか。あ、当たった。で、2本目。あ、2本目。いってらっしゃい。その辺もそしてるよかな。あ、それもありやね。うん、チリンチリンつけてます？つけてないです。なんとなくチリンチリン。あ、いいね。
あ、ここチリンチリン聞こえてた。チリンチリンって言った。あ、ちょ、ちょ、ちょ、こっち。絶対今鳴らしたろ。あっち、あっち。あっちっすよ。チリン貸して。チリンチリンいっぱいありますよ。ほら、ほら、ほら、もう、ほら。いっぱいある？これいっぱい借りていい？いっぱいありますよ。趣味のうなぎ釣りのあれですか？趣味のうなぎ釣り。この音が楽しい系ですね。そうだね。ビカッてなるもんね。おっ、おっ、これここに置いとったらいいやん。全部見える。見て、うん、いける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 って、いけるいける、もちろん先いけるって、無理て。思い出した、カズくんあれですよね、クレイジーベーリング会なんたらかんたら、あ、ベーリング会クレイジードリフトっていう、ね、それなそれベーリング会。カズくん YouTube 始めました。お、始めました。そうなんだ。して、あ、ベーリング会クレイジードリフトを、もうちょっと声も大きくベーリング界クレイジードリフトというチャンネルをやってます。釣りとガサガサのチャンネルです。いい、ね、ドリフトすると、あ、ドリフトはしないですけど、 あのはい、あれだ、名前にしたったよね。もう一回、もう一回言って。ベーリング界クレイジードリフトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石もちが釣れる。石もちもおいしい。石もちってどんな魚？カズくん、ボラこの辺にいっぱいおると。もうそこら辺いったらバッサンバッサンやるんですよ。引っ掛ける？針ありますよ。あ、なんか当たってない？お、本当だ、当たってる。当たってる、当たってる。当たってる。当たってる、当たってる。それ、お、食い込ませやったやろ？なんか、なんか、グーンっていう合わせよね。はい。当たったね。来たら、あ、真下か。来てないね、まだ。あ、送ったとか。じゃあ合わせた方がいいかな。こう入ってるんで。合わせんの？合わせんの？ここは斜めにこうしろ。じゃあ合わせますよ。おお、来た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 。なんするなんするなんする。アナゴやろ。アナゴやろ。うわー。何やこれ。でもナイス。ええ、アナカブ。これ、これか。ちょっと卵持っとんね。逃がしてあげますか。逃がしますか。これ荒株ちゃん、おめでとう。出す。ナイス。あ、今年初フィッシュだこれ。あ、いいね、荒株。荒株を松茸やね。嬉しい。あと松茸。バジングしてみたら。いい。やった。荒株釣れそう。荒株釣れそうだ。楽しそうね。これ当たってる。当たってる。当たってる。あ、本当だ。当たってる。いいよ。小玉さんの。今投げ直した。あ、ほらほらほら。いいぞいいぞいいぞ。引っ張っていくのが。あの子っぽい。ハモっぽい。頑張れ。そうか、昔釣ってたハモみたいな感触ね。え、なんかていうか、あのハモのところもアナゴが結構つつくんですよね。そうなんだ、はい、もう当たってるね。当たってる。どんくらいで後は合わせるかだね。そうね、ちょ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 、もう行くかね。もう行くと行く、まだ。カズ君行ってもいいと思う？あ、もうはい、行きますよ。じゃあシュッ。おお、乗ったナイス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 。アナゴや、アナゴナイスアナゴ、ナイス、すげえナイス。さあ、アナゴ釣れました。いや、結構いい、これいいサイズ、いいサイズよね。平均サイズぐらい。やった、美味しそう。わあ、したお寿司やぜこれ。ナイス。あれ、これちょっと大きいですね。うん、ちょっと外海沖が狙い目。あ、なんかこんなでかいんだ。ねでかいやろ。そうちゃん、あの大分でさせてもらった時のちっちゃいイメージがあるけど。そうそう。手袋で掴んだ。お、手袋で掴んだ。あらららら、お、手袋を使ってます。滑れない。これ高宮さんで買います。ね、ステマ。ありがとうございます。それをその手袋を拭いて、そこにかかして。あら、よかった。なんかチミンって言った。
ナイス。おおおおおえええあかっこいいよ。いや魚魚魚魚魚魚魚いいよ。キムやっていいよ。俺いいの？キムいいよいいよいいよ。魚ガンガンなってる。ガンガンなってた今。俺何も準備してないけど。めっちゃ持ってきて、できる？持ってきよ。ほらこれいいんじゃないか。めっちゃビン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 揺れよったもんね。地合いっすかね。地合い来たですね。お地合いだぜ。クレイジー君はいどうでしょうか。クレイジー君どうでしょうか。はい、俺クレイジー君はいはいしか言わないや。俺クレイジー君の5でいくけん。まだ5出して。魚はいる。もうちょっと出す。送ってね。ちょっと重みのってこうスイープにね。クレイジー君やった。重み乗ったら。乗った乗った乗った。よし乗った。ナイス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 。結構重いよ。おっちょ。いや結構重いっちゃ穴子。えそんなに。いや結構重いよ。結構ビビるぐらい重いよ。でさっきのサイズぐらい。ナイス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 。穴子か。穴子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 。なあでかいぞまた。ナイスアナゴ。すげえカズくん連発だよ。すげえすげえ。ありがとうございます。嬉しい。あと5匹。あと5匹。目標あと5匹。ナイス。おえ。俺何も準備してないけど。ね、それを。そうね、そうやったね。そう。おおでしょそれ。握って。結構飲み込んでる？いや。いい感じ。うわ上手。地獄に。カットです、ね、うわーやっぱりね。ありがとうございます。これが合わせとったら連れとらん可能性あるけんね。よかったよ。もうね、説明の仕方が上手よかった、ね、スイープに合わせた重みが来たらクッて。確かに確かにその通り。すげえ2連発来たね。ちょっと投げがいいかな、ね、うん投げが良さそう。足元よりここまま投げとっていいのかな。いいんじゃない。あいいよいいよ。やろ実はね。あれじゃなんかやっぱでもアミノ酸、アミノ、あ、うん、聞いてる。味の素が効いてるとかもしれんね。味の素さん待ってますよ。だ嬉しか。あら小麦君それ当たってる。違う違う違う。でやねん。あつけただけ。厳しいな。おおおドラグを締め取りますね。胴付きの方に。胴付き仕掛けなんですか。はい。当たってる？当たってたんですね。あ、話したかな？話した。あれ？話したね。ちょっと違和感だったかな？アナゴっぽかった？あ、おるおるなんか。おるおるおる。つけて。アナゴ？アナゴっぽいよ。こっちに？何？違う、アナゴじゃない。なんそれ？なんだ？ないよ。な、フナ、フナよ、フナ。え？フナだ、フナ。はい、フナ、フナよ。キビレですね。チノヤ。キビレー。キビレー。キビレ釣れました。すげえ。久しぶりに見た。ナイス。ありがとうございます。キビレー。内側に置いてきたんですかね。はい。ナイスです。ナイス。見ました。えい。釣り船場よろしくね。釣り船場。釣り船場もよろしくね。めっちゃ明るい。あ、そうもないか。こんな来たかもしれない。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 両方来たって。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。